の皆様こんにちは。週刊ミカド事件簿レギュラーゲストのルパン小島です。猫を飼いました。10月11日にお送りする第5回目の放送はミノロック広島からお帰りなさいということで、10月5日と6日にアミパラ広島店ゲーセンミカドで実施したイベントのお土産動画が聞けるかも。聞けるから猫を飼いました。さらに11月27日にいよいよ稼働、アーケード用新作ゲーム赤とブルータイプレボリューションの楽しませ木村社長も満を持して大登場。猫を飼いました。週刊ミカド事件簿シャープ5は10月11日金曜日夜9時か10時ぐらいからニコニコチャンネルゲーセンミカドから有料放送。いろいろあって今回の CM は我が家の可愛い猫ちゃんを中心に私ルパン小島は声のみでお届けしました。猫を飼いました。猫飼って何が悪いっつんだよおい。猫可愛いだろおい。あ、言っちゃった。